こんにちは、みなさん、シ周です。こんにちは、では火山クセが、地験最新情報と元気をお届けしております。3月23日のメンバー限定公記は、巨大地震の化石、シュードタキライトということで、お話ししていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ行きましょう、こちら。地震情報ですね。昨日、茨城で、震度5弱の地震が発生いたしましたが、地震について、視聴者様からご質問いただきました。次の大地震が、危ない場所を教えてください。ということで、ありがとうございます。 今日の動画では地震の最新情報をお届けするとともに次の震度7が危ない場所を詳しくお話しさせていただきます。はい、てけさ今日もよろしくお願いします。次の震度7、ここですということでね、3つのテーマがご意たし,しました。まず1つ目、地震の最新情報。マグニチュード7大地震の全長現象。次の震度7が危ない場所ということでお話しさせていただきます。まさしみにこの動画の結論から申し上げておきますと、 今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。なしその言えるのか。それは今度は最後まで見ていきましょう。とってもよくわかりない。なるほどね。とも最後のご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報を届けしたいと思います。本日京都で新たな地震が発生いたしました。 事件が起こりましたのは西の島から北に990キロほど行ったところにあります。西日本の京都ですね。人口約250万人が暮らす大きな町でございます。この京都少なくとも過去20年間に合計519回ほど地震がブワッとね、発生しております。京都で発生いたしました大地震といえば、1927年3月7日に発生いたしました。 北丹後地震でございます。地下深さ 18km マグニチュード7.3、最大震度6の地震が起こりまして、犠牲者2925名を出しました大災害ですね。また京都といえば、先月の2月14日にもマグニチュード4.3、震度4の地震が起こっておりましたが、そんな京都で本日新たな地震が発生いたしました。 こちらが本日発生した京都の地震になります。1時8分頃に地下深さ 10km マグニチード3.6最大震度1の地震が発生いたしました。最大震度1ってどれぐらい揺れなのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポン酢が50%オフで販売されることのある揺れだということですね。 京都の地下はフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境ですが、本日の地震はユーラシアプレート内部で発生した地震でございます。ちなみに、本日の今回の地震は2月14日の地震と関係がないということです。これどういうことかと言いますと、2月14日の震度4の地震は南でブワッと起こったのに対して、今回の地震は北側でドーンと起こりましたんで、この2つの地震、 離れた場所で地震が起こっているというのがわかります。ということで、えー、この2つの地震は関係がないということですね。一方で2月14日に震度4が起こった場所でございますが、今もなお活発な地震がブワッっとね、発生しております。 この地震は地下水が原因でたくさんの地震が発生しておりまして、あの能登半島と似ているということで、もしかしたらここで大地震に発展する可能性があるかもしれませんので、今後も要注意ということですね。続きまして、関東で本日も地震が発生いたしました。事件が起こりましたのは西の島から北に973キロほど行ったところにいます。 茨城県ですね。人口約280万人が暮らす大きな町でございます。この茨城といえば昨日3月21日に震度5強の地震がですね、ブワッと発生しておりましたけども、現状、昨日の地震は落ち着いてきているということですね。 こちらが今回の地震の図になります。昨日の地震の図なんですけども、この大きい丸がですね、昨日の震度5弱の地震に移しております。そして、小さい丸は震度5弱の後に起こった余震になります。すなわち、昨日の地震によって余震が発生しているということが、この図から読み取れるわけですね。で、こちらが本日3月22日の地震活動を映しておりますが、 余震はね、ほとんど起こっていないということで、これ、地震は収まってきているということが言えるということですね。ところがですね、皆さん、この収まってきていた茨城で、本日、新たな地震が発生いたしました。こちらが本日発生した茨城南部の地震になります。本日、9時56分頃に、茨城南部で地下深さ 70km マグニチュード3.3、最大震度1の地震が発生しております。 最大震度1ってどれぐらい揺れるのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポン酢飲み放題の揺れだったということですね。地震が起こりました、茨城、南部、関東の地下のイメージは、こちらになります。太平洋プレート、海底山脈、そしてフィリピン海プレートが地下にあります。で、この赤い四角のところをですね、ちょっと拡大してみた図が、こちらになります。で、昨日の地震というのはですね、 北米プレートとフィリピン海プレートの境界のあたりで起こった地震になりますが、本日の地震はフィリピン海プレート内部で発生した地震になりまして、昨日の地震と今日の地震はですね、全く別の場所で起こった地震だったということなんですね。興味深いですね。はい。ちなみに昨日の地震はですね、これ北米プレートがぴょんと跳ね返ることによって発生いたしました。 プレート境界型地震なんですけども、今日発生した地震はですね、これフィリピン海プレート内部で発生した地震、スラブ内地震と呼ばれております。はい、よかったら覚えてみてください。なんでフィリピン海プレート内部で地震が起こるのかと言いますと、このフィリピン海プレート内部には地面の割れ目、断層があるんですね。で、この断層がですね、ギャーッとずれ動くことによりまして、地震が発生するということですね。 で、最近のですね、茨城南部の最大級の地震といえば、2011年4月16日に起こりました、マグニチュード5.9、震度5強の地震が起こりました。これ実はですね、スラブ内地震ということで、昨日の地震よりもですね、大きな地震がこの茨城南部で起こったことがありますので、気をつけくださいということです。さらに、この茨城、今後の要注意点といたしましてはですね、茨城南部というのは今、マグニチュード5クラス地震増えているということで、もしかしたら 1> 1年以内に震震度5 5強の地でですね5弱ですねね弱しました、5弱のの地震がです、ね、発生するかもしれまませんので引き続き続お気を付けください、ま、た過去にはですね、1895年、1921年には、マグニチュード7クラス大地震が起こったこともあります。ところが、マグニチュード7クラス大地震起こったことあるんですけど、100年以上、マグニチュード7クラス大地震0回ということで、そろそろね、大地震起こってもおかしくありませんので、お気をつけいただきたいと思います。さらに、この、おー 関東平野ですけども、地震で揺れやすい場所になってますんで、こんなところでね、マグニチュード7クラス大地震起こってしまいますと、ポンズが蒸発する震度なの可能性があるということで、お気をつけいただきたいなというふうに思います。はい。で、今気になるのはですね、このマグニチュード7クラス大地震ですね。起きるとき前兆現象はあるんでしょうかということで、続きまして、マグニチュード7大地震の前兆現象ということで見ていきたいというふうに思います。 今回ですね、動画を作りにあたりまして、参考にした研究論文は以下の論文を、えー、参考にさせていただきました。また、この、えー、内容ですけども、個人的な見解も含みますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。はい。で、今回ですね、対象といたしました、マグニチュード7クラス大地震はこちら。 2011年4月11日に発生いたしました。このえ福島南部で発生した地震ですね。マグニチュード7.0で、えー、スポンズが粉々にある震度6弱の地震が、えー、この起こったものになりますけども、ちょっとね、この辺り拡大してみてみましょう。はい。そうするとね、見てください皆さん、この福島南部でブワッとですね、おびただしい数の地震が発生したと。これが福島南部で発生したマグニチュード7.0の大地震でございました。 では、この地震について詳しくですね、見てまいりたいと思います。この福島南部のマグニチュード7.0の大地震は、北米プレート内部で発生した地震になります。このプレート内部に存在する地面の割れ目、断層がですね、引っ張られて発生いたしました。正断層型の地震が発生したということです。ずれ動いた断層なんですけども、こちら、福島の南部にあります、井戸沢断層。そしてさらにちょっと北側にある、湯野岳断層。 この二つの断層で地震が起こったというものになります。 まずはですね、この井戸沢断層でマグニチュード6.5の地震が起こりました。そして、その次に湯の岳断層でマグニチュード6.3の地震が起こって、この2つの地震が合わさることにより、マグニチュード7.0の大地震となったというものであります。で、この地震のですね、起こり方にちょっとね、特徴があったということです。これどういうことかというとですね、もっとね、詳しく見てまいりますと、例えばね、まあ、こんな感じで、井戸沢断層と湯の岳断層が近くにあったわけですね。 で、まずは、この、福島南部の大地震では、この井戸沢断層で、約8秒間ずれ動いたんですね。で、8秒ずれ動いた後で、このね、えー、ずれ動いた後で井戸沢断層はピタッと止まりました。で、井戸沢断層がピタッと止まった直後に、この湯の、湯のいや、ちょっとすいません。湯の岳断層がですね、動き出したと。 で、この湯の岳断層では7秒間ずれ動いたんだということですね。ということで、この井戸沢断層が動いて、その後止まってから、湯の岳断層でまた動き出したという地震だったということですね。まあ、このようにして、大地震になっていたということになります。共有いですね。で、実はですね、この福島南部の大地震でございますが、大地震の前兆があったということなんですね。どのような前兆があったかと言いますと、これ大きく2つの前兆がありました。 まず一つ目、東日本大震災。そしてもう一つが、福島北部から茨城南部にかけて、群発地震が発生したということです。一つ見ていきましょう。まずは、東日本大震災ということで、2011年3月11日に、マグニチュード9.0、ポンズが蒸発、震度7の地震が起こったわけです。これがね、実は福島南部の大震の前兆の一つだったということです。そして前兆その2、 福島北部から茨城南部にかけて群馬地震が発生したということです。こちら、東日本大震災の翌日、3月12日から4月10日までの地震活動を移しております。見ていただくと、東日本大震災の翌日にですね、 この福島北部から茨城南部にかけて、群馬地震がブワッっとね、発生しているというのがわかりますね。これは東日本大震災の影響により、群馬地震が発生しているということになります。すごいですね。はい。で、この群馬地震が起こった後で、その翌日、4月11日に、このマグニチュード7.0、震度6弱の地震になったというのが、この福島南部の地震だったということです。 ではこれ、なんでね、この福島南部の地震というのは、東日本大震災が前兆になってしまったのかということなんですが、これ大きく二つの理由があります。まず一つ目、東日本大震災によって断層が引っ張られたということ。そしてもう一つ目、地震によって地下水が上がってきたということです。一つ見ていきましょう。まずは、東日本大震災によって、断層、プレートがですね、引っ張られたということですね。 はい。これどういうことかと言いますと、東日本大震災というのはですね、このプレートがぴょんと跳ね返ることによって発生するプレート境界型地震ですね。で、こちらが地震が発生する前の様子だと思ってください。太平洋プレートが北米プに沈み込んでいて、この北米プレートの中には断層があるわけですね。で、東日本大震災の影響によって、この北米プレートの中にある断層がですね、ギャーッと引っ張られてしまったということです。 引っ張られることによりまして、ここで群波地震がブワッと発生いたします。そしてその後にマグニチュード7大地震がドーンと起こってしまったというのが福島南部の地震だったということです。そしてもう一つの理由ですね。地震によって地下水が上がってきたということも考えられるということですね。はい。まずは断層があるわけですけども、この東日本大震災の影響によってですね、地下から地下水やマグマなどがブワッと上がってきたと。 で、これ上がってきた地下水が断層を刺激してしまった。その結果、群馬地震がギュっッと活発になっていって、その後、マグニチュード7大地震がドーンと起こってしまった。こういったことも考えられているということですね。 はい。ということでね。まあ、このような、えー、理由により、この、福島南部の大地震というのは、東日本大震災の影響により発生した大地震だったということであります。で、お話はここでで終わりません。なんとですね、皆さん、この大地震が起こりました、福島南部と似ている場所が、 関東にあるということなんですね。その似ている場所こそが次の大地震の候補地となるわけであります。では、それは一体どこなのかということで気になってまいりますが、<話し>クークーディミネセメニキュウのムンデイでございます。キュウは地震が起こりました。京都の意外な見淵とは次の地ででうちと一緒かということでお考えください。ブリウナギハモ、謎の組織が長万部事情聴取の会が作った幻の一品、 プニプニメロンパン、宇宙のパーサと一緒かということを考えください。3、2、1、配信力です。正解はですね、なんとこれは、3番のハモということでありましてですね、皆さん以外にもこの京都ハモが有名ということで、皆さんハモ好きですか美味しそうですね。はい、まあ、余談はこれぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。 関東で次の大地震が危ない場所は西の島から北に973キロほど行ったところにあります。茨城の北部ですね。昨日は茨城南部で震度5弱の地震が起こりましたが、実は個人的に危ないと考えているのがこの茨城の北部であるということなんですね。なんで茨城北部が危ないのかというと、それは大きく3つの理由があります。まず1つ目、危険な断層があるということ。 東日本大震災だと活発化しているよということ、群発地震が続いているということです。一つ見ていきましょう。まずは危険な断層があるということですね。茨城北部なんですが、高萩断層と呼ばれている断層がありまして、将来大地震の恐れのある断層になっております。で ただ断層があるだけではないということです。この断層が東日本大震災の後、活発化しているんだということですね。こちら、東日本大震災の翌日、3月12日から4月10日にかけて発生した地震を映しておりますが、福島県南部から茨城北部にかけてですね、ブワッと群馬地震が発生しておりますけども、この地震ですね、実はこの茨城北部にあります、 高萩断層が活発化したことを示しております。はい。すなわちですね、これ何が言いたいかと言いますと、大地震が起こりました、福島南部と似ているんだということですね。そして、群発地震が続いているんだということであります。こちらがですね、最近の地震活動を映しておりますが、福島南部はですね、地震が落ち着いてきているんですけども、一方で、茨城北部はですね、地震がですね、ギューッと起こっているということですね。 ところがですね、これ地震活発なんですけども、茨城北部はですね、まだマグニチュード7クラス大地震が起こっていないということで、もしかしたらここでね、将来、7、マグニチュード7大地震がギューッと発生する可能性があるということで,です、ね、示唆されるということですね。 で、ちなみにこの関東なんですけども、えー、地盤が弱いので、震度なの可能性があるということで気をつけてまいりましょうということであります。で、今日一番言いたいこと何かというとですね、はい。この福島南福島南部で発生いたしました。マグニチュード7大地震。なぜ発生したのかそれは2011年東日本大震災の影響によって福島南部で地震が起こってしまったということです。すなわちこれ、大きな地震は、 次の大地震を呼ぶことがあるんだということです。そして今、東日本大震災の影響を受けた場所がその他にも存在すると。それがどこなのかと言いますと、茨城北部であります。この茨城北部、大地震が起こりました福島南部と似ております。もしかしたらマグニチュード7大地震の恐れがあるということで、地震に備えていきましょうということですね。 では今日の問題でございます。福島南部の2011年4月の大地震はなぜ起こったでしょうか火山が活発化したから東日本大震災の影響、地震が少なかったから宇宙のパワー、さっとしようかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、 ツイートのチャンネルと高評価よろしくお願いします。3月23日のメンバー検定講義は、巨大地震の化石、シュウドタキライトということでお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。すぎみてみにしみスけいぬふイゅうりういてしみしゅうふい。きちイいぎとぐイっぴイぴぴイぴってりすってぴぴぴぴイイイ